頑張りましょう。じゃあ、待って。はい。どうですか、大丈夫ですか。はい。いきましょう。はい。お願いします。はい、ディズニー・ツイステッド・アンダーランドです。アズラーシュ・クロスが決めてアニメです。どっか行った。ディズニー・クロスアニメやるんで見てください。わあ、反則です。反則です。ツイステッド・アンダーランド、ありがとうございます。もうちょっとで、ね、聞きたかったですね。ありがとうございます。はい。さあ、これで、タイさんの3つ聞かせていただきました。早口で聞き取れんね。ディズニー作品、ディズニー作品ですね。はい。聖夜で検索したら桑田の息子みたいなのが出てきたんだけどなっていう。ちょっと違うと思う、多分。マットじゃない。ちょっと違うと、メイク男子じゃないと思う。じゃあちょっと三井さん、このビシッと1位決めていただきましょう。これはね、ちょっと許可取ってからには宣伝してあげたいんですよ。はい、そうですよね。はい、いやこれはぜひ、ちょっと竹さんにお手伝いいただいて。フラフープの名言かな。どっちがいいかな。あんなのだったのにフラフープもう一回行こうとしてるんですか。あれぐらいだったのに。でもこっちの方が。はい。お待たせします。空気入ってるから難しそうだな。いけるか。あ、いけそう。あ、いけそうですね。いけるかな。はい。あ、いけそうですよ。はい。さあ、じゃあ第1位、これから来るであろう男性第1位、水田さんお願いします。朝倉未来さんの YouTube のブレイキングダウンに出てた米を、はいはい。米をスター